こんにちは、ミジンコターボです、次回公演のお知らせがございます。ミジンコターボショートショートボリューム11、せーの、ゼキシーナチモーニングララバイのお知らせです。はい、というわけでですね、2013年5月の10日の金曜日から12日の日曜日まで5ステージ、シアトリカル大庭園で特別招致枠公演ということでですね、お招きいただいて、スペースドラマ、13という、2013という企画に参加させていただいておりました。料金は当日、前売りが共通で2500円ですが、予約していただけるとポストカードがタダでいただけるということでね、出演者が、劇団員全員、それから月曜劇団から上原ひろさん、テイクイットイージーから、山根千佳さん、ちょっとシークレットの出演者もいろいろあるんですが、今回ねちょっと演劇表現的にはねちょっとはみ出したこともしたいなと思ってるんで、そこはぜひ、あともしかしたらちょっと半分映ってる人も出るかもしれないし出ないかもしれないんで、その辺は当てにせずに彼を目当てでチケットのご予約は、今のところお控えください。ミジンコターボショートショート作品とは、いろんなことを実験的に演劇という枠にとらわれずにエンターテインメントをしていこうじゃないか、ナンセンスであっても、観客席お客さんが一人であってもみたいなねところがあるんですよ。まあ満席を期待してるんですけど今回は理想の女性をズバリと描きたいなと。もう僕の理想です。僕はこんな人に会いたい、で舞台上で恋をしたい、でダメな自分を押し出したい、ダメな自分を見て笑ってもらいたい、まあ、笑わせたいというかね、笑われたいみたいなところなんですけどショートコントラブストーリーっていうね、コントとラブストーリーっていうね、ジャンルバラバラやないかみたいなところありますけど、これうまいことやってますんで、ぜひ劇場でゼクシーアンシーモーニングララバイ、絶対に面白い作品になるので、ぜひ来てください。お待ちしております。